はい、のっぽさんです。今日はね、知多半島のちょうど真ん中のね、半田市っていうところにやってきました。それのね、本当に観光の目玉と言ってもいいかもしれない、赤レンガ倉庫っていったところに来てます。まあ見ての通りね、この赤レンガ倉庫っていうのはすごくね、人を引きつける、温かみもあるし、もうそれこそ本当見ての通り重厚感もあるし、歴史も感じられるしっていう、なんか魅力が詰まったとこだなって、私も初めて来たんですけどね。でも知多半島に結構長くいるけど初めて来ましたね。だから本当にもうちょっと早く来ればよかったなと思いますね。まあちょっとね、ここで少し介護の話をさせていただこうかなと思うんですけど、私自身がね、やっぱ利用者さんと初めて出会った時っていうのは、やっぱり私の中で、あ、この方こういう風な感じかな、もしくはこの方ってこういうのが好きだろうかな、嫌いだろうかなっていうのは、私の経験の中からその人の像っていうのをすごく詮索する、指先から、まあ、足先から頭の先までいろいろ観察しながら、あとは喋り方、癖、目の動き、なんかいろんなことを見ながらね、まずは私の中で偶像化してしまう、これね、あんまりただね、偶像化するんだけど固定観念はつけないっていうのは私の決め事としてはあるんですけど、まあそうしてその後ね、実際にデイサービスに通われてきた瞬間に、あ、やっぱこうだったんだっていう自分の経験をね、に対して、そのやっぱ正解だったなって、あ、よかったなって、今までいろんなこと経験してっていう風なものと、あ、この人こうなんだっていう、全くそのイメージできなかったことに関して、また新しいその経験を付加していただける。だから私本当に新しい方との出会い、第一印象の時のイメージっていうのはすごく自分の中でも大事にしてるんですよね。決してね、そこで決めつけるわけじゃなく、そこを偶像化する、偶像化して自分の経験値を、新しいものを付加するのと合わせて、今までの経験値の中が正しかったなっていう、なんか今まで、まあ、うちのデイサービスにお見えになる方の中でもね、本当にイメージが合ってる方と合ってない方っていうのは半々ぐらいかな。まだまだ私も介護経験が少ないのでね、まだまだこれから、いろんな方との出会いの中でね、感じ取っていただこうかなと思うんですけど、ただ私の中でその人生経験っていう、今までの介護業界以外での経験っていうのも正直生きてるっていうのもありますね。だからわずか6年7年ぐらいで、まあその第一印象とそうじゃないところの中で半々のところまで来れてるのかなと思いますね。介護業界以外の方がこのまあコロナっていうものを機にね、新しく入ってきた場合、今までの経験値っていうものが全く無駄にはならないっていうことをね、最後に付け加えさせていただきたいなと。確かにその介護業界の中でそのいろんな学んでくる中でのその、第一印象のイメージと、まあ、そうじゃない部分っていうのは、測られるとは思うんですけど、やっぱりその。で初めてその方もデイサービスに来られたり、ショートに来られたり、もしくは特養に入られたりっていう、もともとその介護業界にいなかった高齢者の方々が介護業界に来る、やっぱそう考えていくと、やっぱり介護施設の中で暮らしている時間よりもそれ以外のところで暮らしている時間っていうのが絶対長かったはずなんですね。ですからその介護業界以外だからっていうことで、だから今から業界に入るのはどうなのかな、きついのかな、偉いのかな、できるのかなっていうふうに考え込んでるんであるんだったら、一回まっすぐね、やっぱ合わなかったっていう形でも構わないんですけど、一度ねここに足を踏み込んでいただきたいなって思うのがね、私の願いなんですよね。むちゃくちゃ楽しいですよ、この介護。大変は大変です。そんなにね
安かろう早かろうみたいで、ね、楽で簡単でどうのっていうわけじゃない。あのその分の辛さはあるけど、けどその分の見返りだとか楽しさだとかやり方一つで本当にね、あのいいもんだなって皆さんも感じられると思うのでね、ぜひ、このコロナっていうものをね、機会にね、一度介護業界ってどういうものなのかなっていうのが、もし困られてる方がいたりとか、もしくはそのちょっと自分の仕事を見直そうかなって思われてる方がいるんであれば、一度足を踏み込んでみてはいかがですか。 YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。頑張るバイト。